お疲れ様です、インセルです。ゴールデンウィークもね、終わって、結局は今仕事をしてるわけですが、仕事してるというか、結構サボっています。ちょっと本腰入れてやらないといけないなと思ってるんで、もうずっと雨降ってましたね。もう寝不足ですね。雨のうるささと。ただ家に閉じこもったんで、運動してなかったんで、大して疲れてないとやっぱり眠れないんで、いやー、もうその二重のあれでね、で、低気圧来てるようで、もう体調悪くなる条件が揃いまくりで、っていう、ちょっとね、泣き言ばっかは言ってられないんですが、買ったもんね、いつもね、黄色トップバリュー買ってるんですが、ちょっと珍しく、このピンクロコの、プロテイン。安い割に結構、いいらしいんで、ボリュームもあるんで、ね、っていうかもう実は2本食べちゃったんですけど、4本入りで、2パック、2パックという、2パック入ってその2個入ってみたいな感じで、2個か食べちゃったんですが、全然美味しい。カロリーメイトに全然引けを取らないうまさでしたね。あと、ちょっと安売りのカレーとか買ったりして。カレーもね、ちゃんと自分で作りたいんですけどね、レトルトじゃなくて。トップバリューにも一応カレーあるんで、そのルーのやつ。ちょっとそれ試してみようかなって思ってるんですが、ちょっと前も結構。デコの広さはね、もう、バイトした時代からずっと変わってないんですが、相変わらず広いんですよね、デコは。密度はあるんですがね、この辺とか。もう、デコは全然もうツルツルです、完全に。で、あと買ったのは、なお買え、これね、300円なんですよ、5食入りで。1食60円安いんでね。で、何がいいかっていうのは、肉と、や、あ、豚肉とキャベツ炒めて、それ食べたら美味しいかなと思うんで。これのね、味噌味が豚肉とキャベツ炒めたら美味しかったんですが、果たしてこの豚骨醤油はどうかって、まずこの味がわからないんでね。キャベツと豚肉合えばいいんですけども。いつも焼きそばで食べてるんですけどね、ちょっとたまには違うのに食べたいと思いまして。手軽にね、タンパク質と野菜取れるんでね、何かこうやって会えるとね、ですね。とにかく雨がもう一日降ったんで、もう、どえらいことになりましたがね、なんとかね、今日から、ちょっと低気圧に負けずに、一気に気温ガクッと下がったんでね、頑張っていきましょう。ということで、いい生でした。ありがとうございます。